本日ご案内を担当します京都が本店の恵比寿屋倉敷店の山本学です。はい、学ちゃんでお願いします。はい、じゃあお時間13分ぐらい、大体 1.2 キロの距離で走ります。はい、まず歩く30分でぐーっと元気な倉敷の街並みで戻ってきますね。はい、お願いします。岡山ではやっぱ備前焼きですね。そうですね。でお酒なんか入れると酵母菌が味発酵して味がより美味しくなります。今日程よく風があって風鈴の音がいいですね。自動販売機は茶色です。あ、京都的な感じですね。そうですね。ここを登っていけば阿智神社という神社です。あの階段までが昔海の中だったと言われています。大原美術館ですね。日本、右手は大原さんのご自宅です。あ、ずっとまっすぐ。あ、どうも。今日はカメラも大活躍ですけど、よかったらガイド付きで巡りますけど、どうですね。そしたらコースがたくさんあるんですけど、まず入り口はお時間12、3分ぐらい、はい、1.2 キロ走ります。はい、歩く30分を巡ってお一人様と3000円ってことです。京都が本店の恵比寿屋といいます。これよかったらチケットになります。ちょっと今日気温が高いので、ぜひよかったら、まあ、乗車が順番がありまして、ぜひ正面から一歩ずつ登られてください。はい、1、2の3でお願いします。本日ご案内を担当します京都が本店の恵比寿屋倉敷店の山本学です。はい、学ちゃんでお願いします。はい、じゃあお時間13分ぐらい、大体 1.2 キロの距離で走ります。はい、まず歩く30分ぐるっと元気な倉敷の街並みで回ってきますね。はい、お願いします。じゃあそれでは早速出発していきます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。行きます。いらっしゃい。行きました。行きました。目線の高さが変わるので、街の見え方が変わってくると思います。はい、空ですか？はい。はい、他の街との大きな違いがあるんです。電線電柱がないです。岡山県内自体、活断層が非常に少ない県として有名です。で、他の県より先に数十年を先に地中化の動きを進めてました。大体美化の地区内は4年前に約9割が地中化に成功しているんですね。左手は備前焼きのお店です。塩釜です。岡山で言えば備前焼きですね。そうですね。特徴は釉薬を使わずに土を素焼きで高温に2週間焼きます。目に見えない微細な気孔があるので、お酒なんか入れると酵母菌が味発酵して味がより美味しくなります。お侍さんが馬で買い物に行きます。馬を繋いでおくための丸い枠が壁にくっついている馬止めと言いますね。なかなか気づかないですね、こういう。そうですね。よく視線がちょっと下になるので気づかない方が多いですね。今日程よく風があって風鈴の音がいいですね。暑い時期に風鈴っていうのはなんか涼しいらしいです。伊丹地区は景色を大事にする街ですから、自動販売機は茶色です。あ、京都的な感じですね。そうですね。いくつか決まり事がありますね。本町といいます。本町、見応えのある街道ですね。そうですね。ちょっとなんかでもこれ夜も綺麗なんですよね。そうですね。夜もちょっと他の街との違い、面白いところが、夜は他の町、街灯が上にあります。そうですね。美観地区ってこの石の下から明かりを灯すこと、より雰囲気が出てくるよ。こちら左手は老舗の旅館さんです。吉井旅館さん。長いことされてるんですか？そうです。米問屋さんから始まって築280年です。これが犬やらいといってワンちゃん用件なんですね。あ、おトイレ。そうです。あ、ワンちゃんがおしっこしたと木が傷んで腐っちゃいますよね。あ、なるほど。近づけないように遠ざけるって。ここを登っていけば阿智神社という神社です。はい、主催が宗像三女子、女性の3人の女神様です。あ、おられるということで。はい、神様業界で言えば絶世の美女と言われた3姉妹。1人目のご利益は女性らしく美貌の神様です。2人目は財産と芸術。3人目が町としては大きなポイントで、海の交通安定です。450年この町は時を遡れば、あの階段までが昔海の中だったと言われます。ダムを作って海水抜くことで平地を増やしました。なるほど。もともと日本地図に載ってなかったのはこの倉敷美観地区という町です。だから玉島とか水島。高知なんですか？はい、高知で高校の社会科の先生がやってました。ここでこれ一本で観光できて、この街が好きになって。あ、例えばこの右手は杉の木を意図的に焼いてるんですね。はあ、
焼きすぎてる技法です。表面を炭にするので防虫効果です。はい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 、あと防腐効果、意外ですけど防火、着火しにくいって意味。あ、なるほど、そういうことなんですね。だからこれ炭なんで触ると黒くなっちゃいます。左手の建物はこの町美観地区で大原美術館という美術館が有名です。後ほど通ります。その大原さんが使った銀行です。大正11年にできますね。2020年目安に美術館に変わる予定です。特徴は真ん中のステンドグラスです。中心の楕円形は小判がモチーフです。周りの渦巻き模様は貝殻です。確かになんかオウム貝というか、そうですね、アンモナイトみたいな巻いた感じですね。貝も大昔はお金として使ったので、で小さな円はコインの形で銀行ですのでお金が集まってきますよ。あ、そういう意味があったんですね。はい、願いを込めてますね。こちらの御利益があると言われているお寺です。浄土宗の聖願寺、いい名前ですね。誓う願いで聖願寺。大原美術館ですね、はいはい、日本で一番最初に西洋絵画を展示した美術館です。で右手は大原さんのご自宅です。大原さんは奥様が少し病弱でした。奥様のためだけのお家です。今は誰も住んでない、美術館の所有で。なるほど。年に2回だけ特別展の会場として使われる。そういう感じなんですね。はい。で瓦が緑なのは大阪の泉州の瓦に特別に釉薬を中国から運んできます。なるほど。この一枚一枚手焼きで焼くので特別な緑色。なかなかないですね、この色って。すごいですよね。昭和3年に使えたお家です。昭和3年は大工さんの日当が1日1円でした。1円。でもこの瓦は当時1枚が3円しました、まあ、単純計算すれば日当の3倍、今で言うと1枚3万円と。あ、なるほど。言われてますね。この町はやっぱり大原さんキーパーソンです。そうですね、大原さんあっての美観地区ですね、はい、この話してあっという間にまた帰ってきました。はい、ありがとうございます。お着となります。ありがとうございます。なんかちょっとびっくりしました。僕たちがあのエディスヤという会社で京都が本店を走らせてもらってます。北海道から由布院まで11店舗あるので、はい、その11店舗でちょっと可愛いんですが春夏秋冬を揃えてもらって記念と交換できます。あ、よかったらエビスケ君っていうのであのぜひご乗車いただけたら必ずお配りしているので、はい、よかったらお土産にしてください。今回の豪雨被害もあったんですけど、まあ、僕たちは幸いなことに仕事をさせてもらう環境、残ってます。さらに僕たち今できることっていうのはこの三日町をしっかりと盛り上げていく。落ち込むのは誰でもできるんですけど、やっぱり盛り上げていくってことはできる人限られると思うので、必ずしっかりと僕たちは元気な姿を見せて美観地区盛り上げていくので、ぜひ皆さんあの楽しみながらこの町を観光してみたいので遊びに来てください。お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。いい感じです。大丈夫ですか。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。